ThinkTech Hawaii. Civil engagement lives here. Welcome to ThinkTech Hawaii. Konnichiwa Hawaii, a Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I am Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Shiho Masuda, our paper guru, who is an internationally renowned gift wrapping designer and artist. Shiho received her first training in New York City, where she was studying art. She combines gift wrapping art with her unique style of Japanese gift wrapping tradition. Her YouTube channel is currently subscribed more than 160,000 viewers. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから ThinkTech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国末ゆかりです。今日の放送は、ギフトラッピングをアートのレベルに引き上げ、デザイナーとして、またギフトラッピングのインストラクターとして、世界中で活躍をしていらっしゃるペーパーグルーこと、増田志保さんをスタジオにお招きしています。志保さん、今日はありがとうございます。はじめまして、こんにちは。はい、早速なんですが、そのギフトラッピングデザイナー、うん、そういうお仕事があるんですね。そう、よく言われますね。はぁ、あ、って言われます、はい、あの日本なんかですと、うん、デパートでお買い物をすると、うん、もうそこでなんかこう店員さんがプチョプチョプチョってこう綺麗にやってくれますよね、うん、でそれをそのデザインをするっていう、うんですか。そう、まさにそうです、はい、あのそうですね、あのお客様が、持ってこられたギフトに対してどういうふうにデザインをしたら感動を与えられていくかっていうのが私の仕事です。感動を与えるですね、はいはい、あのここに綺麗ないろいろ持ってきて見せていただいてるんですけど、うん、後で見せていただくことにして、はい、そういうところで入られたっていうんですか、うん、それを自分の専門にされたっていうのは、はい、どういうきっかけで始められたんですか。あのもともとはニューヨークで学生、あのアートの学生、はい、それもグラフィックアートの学生をやってたんですが、はい、ある時、道を歩いてたら、もうあの世界中から紙を輸入しているお店の前を通って、はいはい、すごい量の数の素敵な紙だったんですね。ニューヨークでですね。ニューヨークでですね。はい。はい、で、窓際でラッピングデザイナーさんが、もうデモンストレーションをしてらっしゃったんですよ。なるほど。それが、はい、本当にすごくって、はい、ね、ゆかりさんもニューヨークいらしたんですよね、はい、なんで知ってると思いますが、はい、ものすごいクリエイティブで、うん、もう見入っちゃって、うんうん、でもうその場でもうやりたいと思って、はい、お店に入って、はい、働かせてくださいって、はい、そう、もうその場で一目惚れ。そうで、はい、アプリケーションを書いて、はい、うん、アプリケーションというのは申し込みですね、仕事の、ね、そうです、そうです、はいはい、申し込み書を書いたんですね、はい、そしたら、次の日マネージャーさんから電話かかってきて、はい、うん、で面接だったんですけど、はい、これがまた、うん、経験とか学歴とかを聞かれずに、はい、日本人かって聞かれて、はい、日本人か、そう、はい、でじゃあ手が器用ですねって、もうその場で雇っていただいて、はい、あ、もうじゃあ日本人は手が器用だという、もう考えがアメリカ の、 そのニューヨークの方にはあったということですね。そう、すごいラッキーだったんです。たまたまその人が、はい、多分すごい日本人びいきだったんですよ。うん、まあ、紙とかね、日本からも来てるんでしょうし、そう、多分折り紙できる人種、はい、そうそう、っていうイメージがすごく強かったので、はい、うん、それで雇っていただいて、はい、でも働き始めてからは、はい、もうその世界中から来た紙を使って、うん、いろんなデザインをして、うん、もうすごく恵まれた環境の中でスキルを伸ばしていったって感じだったんで、はい、なるほど。じゃあ、はい、アート、グラフィックアートの世界から、うん、その放送ですよね、日本的に言うとですね、そう、うん、ギフトラッピングの世界に移られて、それをまたそのアートとこうコンバインをして、うん、くっつけて、アートのレベルまで上げたっていうんですかね。そうですね、はい、もうアートですね。じゃあここで少し、うん、作品を少し見せていただきたいなと思うんですが、はい、これは明るい色ですね、うん、これはどんな紙なんですか、日本の紙なんですか。これは、マウイの、ラッピリーさんっていう、紙屋さんが作ってる紙で、はい、エコフレンドリーです。これがウェディングですね、はい、すいません、最初のこれはマウイのラッピティさん、ラッピリーです、ラッピティさんという紙だそうです、はい、綺麗ですね。これはハワイの、うん、じゃあ、あんまりハワイハワイしてませんけど、ハワイの色の感じですよね。そう、デザイナーさんはハワイですね。なるほど、うん、はい、next one。
これはウェディングです。あ、はい、ウェディングの印象ですね。ウェディングギフトですね、はい、いろんな形があって、はい、なんかこうかぐわしいような感じですけど、うん、はい、そうですね、テーマに合わせて。なるほど、はい、okay. Next one。 あ、これもいいですね。これもパーティーの、はい、いわゆるフェーバーデザインって、はい、フェーバーデザインって言いますかね、日本でね。パーティーとかに行くと、はい、よくテーブルの上に一人一人にギフトが置いてあったりするじゃないですか、はい、あのデザインですね、はい、っていうと、そのパーティー の、はい、あのお客さんにお持ち帰りいただくためのデザインを、はい、あ、だから中にいろんなものが入っているけど、デザインそのものはこう統一されている。これは多分チョコレートだったと思います。あ、いい感じですね。ちょっとチョコレートの、はい、四角でも少しこう幅広の四角になってるんでしょうかね。そうそう、うん、綺麗ですね、はい、次お願いします。 Next one。わあ、これもユニークですね。これもギフトラッピングなんですか？はい、これはあの本当に男の方のショ、はい、ショートデザインって言うんですけど、シャツのデザインですね、はいはい。これは何をラッピングしてあるんですか？これはもう本当にボックスです。なんかボックス、はい、はいはい、これは、マガジンの、何だったかな、何かの記事の撮影だったんで、はい、中は空だったんですけど、はい、箱をちょっとおしゃれに撮影してください、はい、デザインしてくださいっていうことでシャツのデザインにしました。というと、例えばクリスマスの箱なんかがね、うん、プレゼントありますよね、うん、はい、それをその上からこんな風にこうネクタイ締めさせてあげちゃうっていう感じですかね。そうですね、あれはリボンですね。リボンなんですね。そうです、リボンをそのネクタイに見て立てて、うん、あのデザインしてる感じですね。この紙はとてもユニークなちょっと紙ですが、これは日本の紙ですか？はい、日本の友禅紙です。友禅紙、はい、友禅紙を使って、この中の黄色のところはどんなもの？ あれね、ゴールドなんですけど、はい、プリーツって言って、はい、もうあのフォールド織りを、はい、織りでデザインをするっていう、うん、ちょっとおしゃれな感じですね。でもこんなプレゼントいただいたら、なんか中身よりも相当身がね、素晴らしくて開けられないっていう感じじゃないですか。それが私の仕事です。なるほど、はい、じゃあ次見せていただきましょう。Can you show the next one? わー、はい、きれい。これは何ですか？これもあの普通にボックスをラッピング、お客様のためにしたんですけど、はい、あのちょっと可愛い感じで春っぽくっていうあのリクエストだったの で、ね、はい、紙で花を作って、うん、オーナメントみたいにしてつけました。じゃあお花も紙でできてるんですね。はい、全部紙です。この紙はどういった紙なんですか？でね、これはね、はい、あの実は、フラワーラップって言って、はい、あの花をラッピングするときに使う、はい、ありますね、ちょっと薄い感じの、はい、うん、こう水はけが良さそうな感じの、そう、あのそう、水が OK な紙なんですよ。それがお花の部分になってるんですね、うん、そう。でもなんかこ の、 あのちょっとトランスペアレントなのが好きで、はい、使わせてもらったんですけど。じゃあその濃い方のピンクは、うん、あれはどういった紙を使ってらっしゃるんですか？これは普通のラッピング紙です。東急ハンズです。はあ、で下にピンクの紙が置いてあります、これは裏側かなんかなんですか？あ、これもまた別の紙です ね、 ね、はい、美しいですよね。こんなプレゼントをいただいたらですね、本当に私は開けずに取っておきたいという感じだと思いますが。Okay, next one。 わあ、これもすごい、うん、これはどういった紙を使ってらっしゃる？ちょっと瓶型みたいに。そうですね、これはもういろんなラッピングなんですけど、うん、バレンタインデーかな、ちょっと待って、すいません、母の日だったかも。うん、なんか赤いイメージはちょっとバレンタインにもいいかもしれないですね。うん、そうそう、あのギフトって一つじゃない時があるじゃないですか、うん、いろいろいっぱい、うん、そういう時のためのラッピングデザインですね。なるほど、so、Thank you for later we will show more picturesOkay、あのじゃあここでちょっとお尋ねしたいのは、うん、はい、この美しいものを、うん、あのプレゼントそのものをいただいてもいいですけれど、うん、こんな風に綺麗になっていると、うん、やっぱりこうなんか喜びが倍増するってんでしょうかね、うん、そういう感じだと思うんですけど、うん、私なんかをいただくともう本当にこうそのまま飾っておきたいっていう感じなんですが、主婦さんがこの放送をされる時にどんなことを気持ちを持って、うんうん、で、うん、あのこういうデザインをされたりラッピングをされたりするんですか？あのそうですね、ギフトってものだと思うんですね、うん、マテリアルなものですよね、はいはい、でそれにラッピングを加えることによって、はい、感動を与えて感動、はい、送る儀式をより思い出深いものにするっていうのが、うん、ラッピングデザイナーの仕事だと思ってます、うんうん、送る
儀式なんですか？そうです。例えばプレゼント要するにギフトですよね、あげる、うんうん、それってでもあげるそのオケーションをより思い出深くするっていうのは、例えばゆかりさん5年前に、うんお誕生日にお友達からもらったプレゼントって覚えてます？うん、覚えてないですね。でしょ？なんかもらったかな。そうでもね、覚えてないです。ほとんどみんなそうなんです。うん、3年前何もらったとか言われても、うん、うーんっていうことの方が、うん、よっぽど記憶が良くない限りはないんですね。うん、確かにね。はい。だけど感動をそこで作るとね。うんより思い出深くなって覚えてるもんなんですよ。なるほどね。例えばね、うん、6歳の時にクリスマスプレゼントにお父さんとお母さんから何もらったって言われてもふーんって思っちゃうんですけど、うん、例えばすっごくカラフルで可愛いラッピング用紙に大きいリボンバーンってついて、うん、クリスマスツリーの下にプレゼントがあって、うん、クリスマスの朝起きてそれを見てものすごいこう嬉しく気持ちになって、うん、こう髪をエキサイトしながら開けたっていう、うんうん、そのシーンって覚えてるもんなんですよ。なるほど。あ、楽しかったなって、ラッピング、うん、開けたようなエキサイトしてって、うん、だから、うん、その感動を作るっていうことが私はすごく大切なことだと思ってて、ラッピングするときにすごく気をつけてるんですね、うん、がとても面白いなと思ったのが、うん、そのギフトをあげるというのが、うん、ちょうどお茶を茶道でお茶を飲みますよね、うん、でお茶だけ飲んでればガバって飲めばいいんですけど、うん、それが茶道になってるわけじゃないですか、うん、今志保さんの話を聞いていると、うん、ギフトをラップする、うん、ラップしたものを感動とともに差し上げる、うん、それがこう儀式になってるっていうのがとっても面白いなと思いました、うんはい、なんかでもそれぐらい、うん、結局ラッピングって大切だと思うんですよ、うん、っていうのは送ることってすごくよくありません、はい、1年の間にありますよね、うん、いろんなホリデーもあります。またホリデー近づいていますけど、うん、そう、はい、そうでそれをね物をあげて受け取るあげて受け取るって終わらせちゃうのって、うん、もったいないじゃないですか。なるほど、うん、だからやっぱちょっと感動を与えてあげることで、うんね、その思い出深くなって、あそうだゆかりさんからこんなものもらったよなって、あれちょっとプレッシャー感じてあげなくちゃいけないのかあんまりラッピング上手じゃないもんですから、はい、わかりました。そうですね、日本語でお届けしています、うん、こんにちはハワイ。ここでちょっと休憩をいただきたいと思います。 We're gonna take a short break here and we'll be right back. Stay with us. Aloha, I am Howard Wigg. I am the proud host of Code Green for Think Tech Hawaii. I appear every other Monday at 3 and I have really, really exciting guests on the exciting topic ofEnergy efficiency. Hope to see you there. Aloha. My name is Mark Shklov. I am the host of Think Tech Hawaii's Law Across the Sea. Law Across the Sea is on Think Tech Hawaii every other Monday at 11 a.m. Please join me where my guests talk about law topics and ideas.And music and Hawaiiana all across the sea from Hawaii and back again. Aloha. We are back from break. I'm Yukari Kunisue and this is Konnichiwa Hawaii, talking with Shiho Masuda, paper guru, gift wrapping designer and artist and instructor. ライブでお届けしております Think Tech Hawaii の日本語番組 Konnichiwa Hawaii. 今日はギフトラッピングデザイナーでアーティストのペーパーグルーこと増田志保さんにお話を伺っています。それでは引き続きよろしくお願いします。 So if you can show the next picture, that would be great. Okay. これはいろいろ出てますがちょっと説明していただいてよろしいですか。いやこれねすごいリクエストがあったんですよ、はい、要するに綺麗なラッピングもいいんですけど、はい、なんか物をあげようと思った時にこれどうやってラッピングするんだっていうことゆかりさんも多くなりません？多いですよね特にこの真ん中のプランターってどうするのっていう感じですよね。 それを、はい、ちょっと簡単な、はい、チュートリアルを作って見せたっていうのがこの、はい、なるほどこれですね。最初はそのボトルですかね。それあれはオイルのボトルだったと思います。オイルボトルですね、はい、それから真ん中はこれはお花の鉢植えが、うんはい、まあ鉢植えだけもらってもいいんですけどその上になんかもっとついてると儀式があるという感じですね。この3番目は何が入ってるんですか？あれぬいぐるみですね子供さんにあげる時とか。なるほど。ぬいぐるみ
も確かに、はい、顔は見せたいけれど箱に詰めちゃうと、うん、ちょっとなんかね、開けるのにあれです、ね、だからちょっとこう出てるっていうのもなかなかいいですね、うん、そうですね、はい、なんか閉じることが多いんですけど、こうやって開けてあげるのも可愛いかなって、はい、なるほど、わ、うん、かりました。はい、それではですね、今日はあの画面にとても綺麗な、例があの持ってきていただいているので、翔さんにちょっと説明をしていただいてよろしいでしょうか。はい、こちらの方からいきますかね、うん、はい、あ、そうですね、これは、はい、ちょっと秋なので秋っぽくということで、はい、日本の友禅紙で、はい、あのもみじの柄のものを使ってデザインしたサンプルですね、この辺は、はい、で、まあ、これあの日本の本当にトラディショナルなあの伝統的な、うん、はい、あのプリーツを使ったデザインなんですけど、日本にそういう伝統的なプリーツを使ったデザインがあるんですか？あります、はい、は、うん、なんか基本のプリーツって、まあ、折り紙ですよね、要するに折り紙をあの、はいはい、ラッピングに取り入れたっていう、なるほど、はい、それを、はい、あのいろいろ自分風にアレンジしたりもしてますね。なるほど、はい、ちょっと見せていただいてよろしいですか？もちろんです、はいはい、これをちょっと見ていただくと、あ、なんか入ってますね重いです、重たい感じです、はい、ですから普通ですとリボン、まあ、ラッピングペーパーがあってリボンだけなんですけれど、そこに日本の紙が入っている、それからプリーツが入っている、うんうん、まあ、そんな形で、とても素敵なデザインになっています。こんな感じですね、はい、うん、と前方にあるその、はい、こうクジャクのような、そうまさにピーコックデザインとも私呼んでるんですけど、そうなんですね、やっぱり、はい、ファンとかね、あのファンのデザインとか、はい、それも紙だけで、はい、そうですね、全部紙ですね、はい、これもそうですね、もう本当に折り紙で折って、はい、もう閉じて折って閉じてみたいな、なるほど切って、でその大きい方のピーコックのあれにはなんかこう、はい、あ、そう、これはまん丸ちゃんがついてるんです。そう、ちょっとホリデーっぽくクリスマスオーナメントをつけて、はい、でも可愛いよっていう例ですね、はい、これは本当にクリスマスっぽいですね。で例えばそこにあの、まあ、銀じゃなくても赤と緑に、ね、うん、こちらの方はそういう色が好きですから、そうです、はい、リボンがたらっと垂れてるところがこう雰囲気が出ておりますが、はい、この大きいのはやっぱりじゃあシャツとかなんかセーターとか、そうですね、そんな感じですかね、はい、それも同じように、うん、あのプリーツのデザインで作ってらっしゃる、はい、これもあのファンっていうんです、あのファンかな、そうだ、はい、うん、ファンのデザインですね。ファンですね、そう、こう、はいはいはい、こう扇っていうんですかね、うん、扇みたいな、 あんまり細かいのは私手が器用じゃないでできないんですけど、あのぐらいだったらそれもちょっと少なかったら調整してみようかなって、あのこの辺は全部ゆかりさんできると思います。いや大丈夫そうできます、はい、と先生が言っています。はい、でそう、これはどうなんでしょう、これもとっても綺麗な、はい、私レインボーは紙が大好きで、これがさっき、はい、あのちょっとご紹介した、はい、マウイの紙屋さんで、はい、ラッピリーさんっていう、ラッピリーさん、うん、紙屋さんなんですけど、はい、あのね、はい、そうなんです、彼女たちはものすごくあの環境に優しい紙作りを頑張ってる方たちで、はいはい、だからこ あの紙も実は8回ぐらいあの再生できる紙で、ああそうなんですね、インクもソイベースのインクだけを使って、はい、あのプリントされてるんですよ。なるほど、うん、で、はい、あのじゃあただ紙をこうあーとかあれしてじゃなくて、やはりリサイクルできるようになってるんですよね。でなるほど、彼女はそれをあのもうこう生きがいにしてプロモートされてる方で、そういうところがあのマウイにあるということですね。そうですね、はい、で今そのちょっと環境でっていうのであの、うん、考えたんですけれど、はい、日本もあの包装がちょっと過剰だということで、うん、例えば少し簡素化しようとか、うん、でじゃあ、まあ、日本はもともと風呂敷とかそういうのでこう包んでね、うん、でそれ持って帰るみたいな、うん、ね、あったわけじゃないですか、うん、まさにその通り、はい、なんかあの風呂敷自体がギフトになりますよね。ですよね、うん、だからそのまま差し上げてもいいし、うん、その風呂敷を畳んで持って帰ってもいいしっていう感じ で、うんううん、で風呂敷もやっぱりやってらっしゃるんですね。そうですね、風呂敷もあの、はい、やっぱりその環境に対してあのコンシャスな方が増えてるので、あの風呂敷のデモをやってほしいっていうね、あのこのリクエストがここ数年やっぱりすごく多くなりました。それはその日本からではなくて他の国ということですね、うん、アメリカが多いですね。アメリカが、はい、ほど多いですね。でちょっとここで言い忘れたんですけど、志保さんはその、YouTube のファンの方がですね、なんと230カ国の方が、いつも志保さんのラッピングを見ているということで、先ほど世界中で有名だというふうにご紹介いたしましたが、まあ、世界の方がやはりとてもラッピングに興味を持ってらっしゃると思いますね、うん、今じゃあその風呂敷についてちょっとビデオ、うん、あの何本か
ビデオはもちろん作ってらっしゃるんです。1分だけ見せていただこうかなと思いますが、いかがでしょうか。はい、If you can show the video here.ですね、今このちょっと複雑な私にできるかどうかわかんないんですけどできます、ね挑戦してみようということで、うんボトルを持ってきていただきましたので、はいはい、やりましょう、はい、やってみます、はい、すごく簡単でびっくりしますよ。そうですか、はい、全然これ練習してませんからね、はいはい、ぶつけ本番です、はいはい、じゃあ、まず風呂敷を、はいアップサイダウンで広げてください。アップサイダウン、上が下ですね、はい、はい、そうですね、動かしていただいて、はい、はいはいはい、でこれを、はい、そうですね、はい、で皆さん見えますか、はいはい、でボトルをちょっと真ん中より前の方に置いて、前で向こう側ということですか、そうですね、向こう側に置いて、はいはい、でまず白皮をちょっと折ります、はい、ちょっと折ります、うん、折ってます、うん、はい、これは着物先生の見てくださいね、私のじゃなくてね、はい、でこれを、はい、着物だと思ってクロスさせます。着物だと思ってね、はい、うん、できるかな、上手にクロスさせて、下手です、はい、こう見せてあげた、こんな感じ、はい、はい、こんな感じです。着物で今度は前側を帯を作る、はい、先生と違うんですけど、私と、あ、いいですよ、それ合ってますよ、いいですか、ここの太さが違うだけで、はい、全然それは OK です。はい、で帯を作る、うん、気持ちで、はい、こうちょっとちょっと折りますよね、はい、でそれを今度は真ん中に持ってきて、はい、うん、でそのまま、はい、もうちょっと下かな、はい、こんな感じで、うん、はい、こんな感じ、はい、でもうあとは、うん、もうこう縛るだけです、はい、縛るのは私にもできるかなできないかもしれませんが縛ってます、一生懸命上手にできてます、はい、もう本当にこれだけです。あ、いい感じですよね、すっごく簡単じゃないですか、ね、でも縛れていない私で後ろはもうこう可愛く普通に、はい、ぎゅうぎゅう縛ってますはい、これをどっちが前なんですか？これが前です。そうですね。そう、はい、こっちが前ですね。はい、はい、これでできた。できました。で、いかがでしょうか。これお酒ワインなんかを、うん、クリスマスパーティーの時に呼ばれてね、持っていきますけれど、うん、ビールでもちょっと大きめのビール、あ、でも全然できると思います。ボトルだったら何でもできるので、うん、ですよね、でちょっとこう、うん、なんかこうリボンかなんか、そうですね、はい、そう、ハワイだったらちょっとフラワーとか花とかも添えてみたりとか、可愛いと思いますね。なるほどね、はい、皆さんいかがでしょうか。こういったアイデアがあるそうです。はい、私も風呂敷ぐらいだったらできるかなという感じですが、できました、はい、最後にですね、じゃあそろそろ時間が近づいてきたんですが、志保さんのもっとこういう例を見たいというような方はどういうところに行けば見れるんでしょうか。あ、そうですね、今は、まあ、私の、ウェブサイト、はい、司法増田 .com でも見れますし、司法増田 .com ですね、はい、あとインスタグラムはいっぱい上げてますね、はいはい、アップトゥーデートのイメージがたくさん見れると思います。なるほど、はい、インスタグラムはどういうふうに探せばいいんですか。こちらも司法増田でアンダースコア、はい、でいいんですかね、下線ですね、そう、下線、はいはい、でギフトラッピングです、
もうそれで行っちゃいます、はい、YouTube はちょっとちなみにどのぐらい何本ぐらい出してらっしゃいます？ YouTube は今で200何本かぐらいあるんですけど、それ1本はどのぐらいの長さなんですか？まちまちですね。2分ぐらいのもあれば、はい、もう10分ぐらいのもあるし、はいはい、そのデザインがどれだけ、はい、こう複雑化によって、うん、でも YouTube だと何回もこう再生して見れるから、うん、私のようにできないような人も止めてですね、できますね、できますよね。ぜひゆっくりちゃんと、はい、そのステップバイステップを見られたい方は、うん、YouTube が一番いいと思います、はい、あとですね、もうこういうことにとっても興味がおありになる方がいらっしゃることもあると思うんですね、はい、まあ、ちょっと私のようにラッピングするだけじゃなくて、はい、本格的にデザインを学んでみたい、はい、もっと 高級なって言ったらですね、高度なレベルのものを勉強したい、はい、そういう方にはどうしたらいいでしょうか？現在ワークショップもしてますし、オンラインコースもやってますので、ぜひ私にメールください、はい、どんなメールでもいいので info@shihomasuda.comで連絡をいただければぜひ詳しく info@ shihomasuda.com ですね、はいはい、ということでオンラインのクラスもあるそうなので、はい、ご興味のある方はぜひそちらの方をご覧になってください。ありがとうございます、はい、それではお時間が来たようです。志保さん、今日は本当に面白い綺麗なお話をありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。 Okay, we are out of time. Thank you so much, 志保 for comingStay tuned for more shows in Japanese. Thank you all for watching Think Tech Hawaii. I am Yukari Kunisue. This is Konnichiwa Hawaii. See you next time.